ジョン・バーリーはアメリカ合衆国の小説家。未来世界の人々を描きながら、同時代的な意識を盛り込むと同時に、最新科学知識と多量のマジェットを投入し、新しいスタイルのハード SF として評価されつつ、人体改造やコンピュータを利用した設定は1980年代のサイバーパンクの先駆け的存在ともみなされる。また、70年代に活躍した、 SF 作家たち、マイクル・ビッショップ、ジョージ・ R ・ R ・マーティン、ボンダ・マッキン・タイアラの LDG に含められることもある。テキサス州オースティン生まれ。テキサス州フォートワースで育ち、1957年に、同州ポートアーサーに引っ越し、そこで高校を卒業。国の奨学金を得て、ミシガン州立大学に入学。ここを選んだのは、彼が入学できる中で、 テキサス州から一番遠い大学だったからだという。当初物理学を専攻したが、英語学に転校し、20歳の誕生日を迎える前に、退学し、ちょうど1967年のサマー・オブ・ラブの頃に、サンフランシスコのヘイト・アシュベリーを訪れた。そこで様々なバイトを経験し、食事は、教会の施しを当てにし、最終的に物書きとして、成形を立てると決める前には、 物声のようなこともしていた。1969年には、車がガスケで止まった半マイル先で偶然にも、ウッドストックフェスティバルが開催されていて、それに参加した。他にも、オレゴン州ポートランド、ユージーン、ニューヨーク、サンフランシスコ、カリフォルニア州バークレーロサンゼルスといった場所を転々とした。1974年に、短編、 ピクニック、オンニアサイドを、イ &SF c に発表して、作家デビュー。その後1978年まで、ヒ9号賞、ネビューラ賞、ローカス賞、ジョン・ダブルー・キャンベル新人賞に多数ノミネートされながら、受賞には至らなかったが、残像で1978年ネビューラ賞、1979年、ヒ9号賞、ローカス賞のトリプルクラウンを果たし、以後は受賞の常連となる。 初期のいくつかの長編と多数の短編は、八世界と呼ばれる未来史に属している。神秘的で、全能内世種族が2050年に現れ、人類を地球上からほとんど抹殺した。人類は、ヘビ使いザホットラインと呼ばれる謎の通信ビームのもたらした情報によって、人体改造や遺伝子操作で自らを適応させ、太陽系の各地に進出する。短編集、 残像が発表された1970年代において、生物学の進歩によって人類が変容するという、洞察は、刑事的だった。この短編集の表題作は、9号賞とネビューラ賞を受賞し、同短編集に収録された、何時、コンピュータの夢はテレビ映画化された。ちなみに、選択の自由と、ブルーシャンペンもテレビドラマ化されている。バーリーは、 数年間ハリウッドで過ごしたが、実際に映画として形になったのはミレニアムだけである。これについてバーリーは次のように述べている。ミレニアムの話が持ち上がったのは1979年のことだった。最終的にそれを6回書いた。監督は途中で3回変更になり、その度に入念に打ち合わせて小説を書き直した。それぞれの監督は独自のアイデアを持っていて、 そこから何かを得ることもあったが、同時に必ず何かが失われ、最終的に撮影に入った時には多くのものが失われていた。バーディーはしばしばロバート・ A ・ハインラインと比べられる。文体が似ているだけでなく、リバタリアニズム的で自由恋愛を好む点も似ている。スチールビーチとザ・ゴールデングローブという二つの長編には、ハインライン主義者の社会が登場する。 ザ・ゴールデングローブにはさらに名王星の流刑地コロニーから発展した社会と、その衛星であるカロンで発展した社会が登場し、ハインラインの月は無慈悲な夜の女王によく似た状況が描かれる。ハインラインのガチ社会とは異なり、バーリーの描く社会はもっとマフィアやヤクザのそれに近い。バーリーは女性を活躍させることが多く、男性のハード SF 作家としては非常に珍しい。 八世界では性転換が日常茶飯事になっているということも言えるが、それ以外の作品でも女性が活躍する傾向が強い。性転換を日常の一部として描くというのも彼の作品の性的テーマを表している。他に土星の衛星上に異文明によって構築された世界における RPG 的な冒険を描く t t ーターン・ウィザード・デーモンの三部作がある。 ありがとうございます。